フランス海軍の軽巡洋艦である。本艦は、フランス海軍が1930年度計画において建造された、機雷布施型巡洋艦の2隻目である。艦名はフランスを代表する軍艦設計者、ルイ・エミール・ベルタンにちなむ。当初は、機雷布施型巡洋艦プリュトンの改良型として考えられていたが、全艦が、 火力的に不足していたため、本館は高揚性、攻撃力ともに充実させるために、全くの別館となった。本館の船体形状は、フランス近代巡洋艦伝統の、選手楼型船体で、艦首の水面から看板までの還元は高く、本館の量波性能が高いことを伺わせる。軽く視野のついた、館主看板から本館より新設計の、 1926から30年型 15.2cm 砲を三連装砲塔に収め1.2番手砲塔を背負い式で2機環境を基部に持つ軽量な三脚章2本の煙突の間隔はシフト配置のため広く取られ2本の煙突の間には水蒸気射出型パルトが1機配置され1番煙突の周りが関西低置き場で2番煙突基部についた 洋襲クレーンにより関西艇、水蒸気は運用された。カタパルトの左右に55立方センチメートル、連装魚雷発射管が片毛に1機ずつ、計2機配置された。管備乾板に後ろ向きに3番手砲等が1機、配置された。機雷は200個が収容可能で、管備乾板上の左右に組み立て式等化機場があり、使用しない時には折りたたんで艦内にしまえた。 手法は、新設計の、1926から30年型1 5 2トル砲を採用した。性能は、重量54から5 8 8ラムの、砲弾を最大行角45度で2 6 9 6 0ルまで届かせることができる。この砲を三連装砲塔に収めた。不行能力は、行角45度、深く10度で、装填角度は、 深く5度から行角15度の間である。旋回角度は、旋回守備線方向を0度として、左右150度の旋回角度を持つ。主砲神の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分後から8発である。広角砲は、新設計の、 1926年型9トル広角砲を採用した。9 5 1ラムの砲弾を行角45度で1 5 4 4 0ル、対空榴弾を最大行角80度で1 6 0 0ルの高度まで到達できた。旋回と浮行は、電動と人力で行われ、 左右方向に150度旋回でき、不行は、行角80度、不角5度で、発射速度は、毎分12から15発だった。これを連装砲がで2機4門を搭載した。他には、1925年型 37mm 機関砲を、連装砲がで4機8九1929年型 13.2mm 機銃を、連装砲がで4機8丁。 55立方センチメートル、連装水上魚雷発射艦を2機6門装備した。機関配置は、シフト配置である。本艦は、駆逐艦並みの高速性能が望まれ、計画速力は34ノットが予定された。機関構成は、新設計のペノエ式水艦艦6機とパーソンズ式、ギアードタービンを4機4軸推進であり、大焼け身では10万 2000HP。 速力39.66ノットを記録している。重油燃料タンクは1336トンで、速力15ノットで3660回り、航行できる性能であった。1931年8月18日気候。1933年5月9日浸水。1935年1月28日竣航。 第二次世界大戦勃発時は、北アフリカのビゼルトにあった。1939年9月、レバノンからトゥーロンまで57トンの金を輸送。1940年4月19日、ノルウェーのナムソスに向かう、兵員輸送船団 FP1 の護衛中に、ドイツ軍機による攻撃を受け、資金弾で損傷。5月、フランスからカナダまで、金の輸送に従事。 6月、再び金をハリファックスまで輸送するが、フランスとドイツの急戦によりフランス領のマルティニークへ向かった。フランスが降伏した直後、各地でイギリス軍がフランス軍艦を攻撃する事件があったが、マルティニークではフランスが軍艦を出航させない代わりに、イギリスは島内に係留されている軍艦を攻撃しないという協定が結ばれた。 これにより、エミール・ベルタンはしばらくマルティニークに止まった。1943年中頃に、マルティニークが、連合国側の自由フランスに倶ら替えすると、エミール・ベルタンも連合国の戦力とされ、フィラデルフィア海軍交渉に送られて近代化改修を受ける。1944年になると地中海で作戦に、従事し、ドラグーン作戦の支援や、 北イタリアのリグーリア海岸への大地砲撃などに参加した。第二次世界大戦後はフランス領インドシナに派遣され、フランスに戻った後は練習官として使用された。ありがとうございます。